振り。西川はややレフト寄りに守っていまして、その反対方向に打球が飛びました。レフトサンタナ掴んでワンアウトランナー二塁、アウトカウント一つ増やした中村バッテリー。緩いボールを続けてきました。カーブです。まあ、最後立岡に投じたボールは速い150キロを超えたストレート。ただ低めのボール、バットが回りました。空振りの三振。最後はフォークボールですかね、はい、挟んでいます。そうですか、外、ただここはないようなコースの高さですね、ただこれでバッティングカウントにはなりました。詰まらされました。中村が手を挙げる。ファールグラウンドで掴んで3アウト。ジャイアンツも得点圏にランナー出しましたが、ジャイアンツは1回の裏得点を挙げることはできませんでした。フォークで1つ空振りの三振打ち取られています。外、見逃しの三振。今のは吉川も手が出ないようなボールでしょうか。そうなんですよね、まあ、結果、立岡選手も岡本選手もこの吉川選手も打ち取られた球はストレートなんですよね、はい、どうしても分かっていながらどうしても緩い変化球とか見てしまうと、その残像でタイミングがそちらに合わせがちですよね。ちょっとストレートに差し込まれると坂本です。プロ18年、去年から、まあ、ショートのポジションからサードのポジションに変わったという坂本、36歳を迎えます坂本です。ボールからボールの球でしたからね、振らされたというようなスイングになりましたか。キャッチャー岸田、背番号27、まあ、追い込まれてますからストライクゾーン広げるんですけども、ドラフト4位でこのジャイアンツに入団してきました。ここはセカンドの前です。山田二塁を送ってスリーアウト。この回もランナー出しましたがジャイアンツ得点上げることができませんでした。この回もジャイアンツランナーを出してノーアウトランナー一塁。吉川今シーズン北脇さん、はい、矢野コーチはこの吉村に見立ててバッティングピッチャーを していたと、ね、ストレートも速いですしジャイアンツの各選手の対応を見ててもこれ合ってないですもんね。今日はもともといいピッチャーですけど、そしてストレートダブルプレーコース 4-6-3 と渡ってダブルプレー。緩いボールバット回ってから先頭でしたから、まあ、ヒットにこだわらずね、なんとかフォアボールでという気持ちもあれば我慢できたかなという球ですけどね、ご覧のように左足を振り子のようにして投げて、対戦としてもやっぱり苦手チームは作らず得意チームを増やしていくことが大事ですよね。ただここは戸郷見逃しません。空振り、まだまだ80ちょっとですよね。それも塁に出ています。ちょっとタイミングを変えてきたショート長岡。そうですね、かなりの確率でクイックフォームで投げてきましたね。この左足を大きく振り子のようにして、うまく合わせて、ただサードの正面、石山、木澤、大西、山本が頑張っていたというところ、ボテボテキャッチャーゴロになりました吉川。まずは大事なイニング、この7回、初球を坂本も打っていきましたがセンター西川前に出てきてツーアウト。タイミングを変えてきた、面白いところ。ただセンターの西川掴んで3アウト。プロ最多に並ぶ7回のイニング投げ切りました吉村です。初球打ち、セカンド山田の前、
1球でアウトになりました。秋広セカンドゴロ。高めに浮きました。連続フォアボールになりました吉村。ワンアウトランナー2塁1塁。ブルペンと連絡を取る新しくなりました。あっと高津監督がベンチを出ました。浮いたのを見て投げ切らすのも難しいと思ったんですかね。もうここは変え時だと。そうですね、ここで失投あってそれを、ね、スタンドまで運ばれたらもう本当展開が危うくなりますからね。ショートの前スリーアウト。ランナー溜めましたが大西が踏ん張りました。この後9回はスワローズクリーンアップからです。